ETC パラダイスへ行ってきます。はい、ということで、はい、これサムネです。あ、そういうこと。はい、そうなんです。6月の4日日曜日、私もあるの伊勢シーパラダイスさんの方に現地に遊びに行ってきます。よいしょー。今までですね、オンラインでコラボをやっていたんですけども、やっぱりこのなんていうんですか、ハウリングだとか、このお互いに同時に喋ってしまって、あっみたいなねっていうのがあったんで、もう現地に行ったろうとね、だいぶコロナウイルスも落ち着いてきましたから、なんで6月4日に私もあるの伊勢シーパラダイスの方に遊びに行ってきます。はい、ただ遊びに行くだけじゃないんですよ。YouTube の動画をね、コラボなので YouTube の動画撮ったりとか、ライブ配信したりとかっていうのをいろいろ企画しています。で、企画段階中なんですよ今で。我々浜水の浜チューブというのは、視聴者の皆さんと一緒にチャンネルを作り上げていくというスタイルなので、私マルノンが伊勢シーパラダイスに行ってどんなことをしてほしいのかっていうのを、この動画のコメントに皆さん書き込んでください。いろいろ、何でもいいです、何でもいいです。もしかしたら皆さんの書いたコメントが採用されて動画化するかもしれません。ちなみにじゃあサメ、はい、俺が伊勢市行ったら何してほしい。一つ考えてることがあって、伊勢市に行ったら、丸野さんに、ショーデビューしてもらいたいなと思ってるんですよ。一日しかないんやん。そう、一日しかないけど、そう、どっかのタイミングで、はい、皆さんこんにちはって。俺がトレーナーをするってこと？そうそうそう。マジ？ああ、でもまあでもね、ちょっと館長に相談してみましょう。はい、やった時にはもう大爆笑のショーにです、ね、しようと思いますんで。はい、じゃあ、アッシュ。いや、僕はですね、伊勢市さんの館長の頭をマルノンと同じにしてほしい。館長が散髪すんの？この髪型に。そう、もうマルノンさんの口で説得して、一緒にしませんかって。大丈夫？怒られへん俺それ。多分怒られる。多分怒られるよな。ヤシめちゃくちゃ嫌がられると思う。まあまあといった感じでですよ、といった感じで、私マルノンが伊勢シーパラダイスさんの方に遊びに行った時にどんなことをしてほしいのかっていうのを皆さんぜひコメント書いてください。で、その書いたコメントをいろいろピックアップして、ちょっと田村館長とお話しして、じゃあこれやってみようかっていうのなのが、6月4日に私が現地に行って撮ってきますから。なんで6月4日に伊勢シーパラダイスに来たら僕には会えますきっと。なんで近くなんやからちょっと行きたいなっていう方はぜひ会いに来てください。はい、じゃあ皆さんコメント、あまり無茶ぶりやめてな。で、無茶ぶりしたら叶わへんからな。なんで、こういうのしたら面白そうやなっていうのをぜひコメントください。はい、では皆さんお待ちしております。じゃあライオン。